はい、資料家チャンネルでございます。今回ですねちょっと趣向を変えてるということないんですけども、こちらですねヒステリックミニ、ヒステリックグラマーのですね、まあ、あの子供のですね商品の、冬秋冬物のですねガイドブックですね、こちらねオフィシャルガイドブック、こちらをね買ってまいりました。っていうかね、なんでこんな買ったのかって言いますと、この付録がすごいんです。はっきり言いまして。これね、980円で、1980円だったかな、値段。はい。なんですけど、付録がね、これすごいんです、今回。見てください、こちら。はい。ポップサイン、2ウェイバックパックということで、リュックにもなるこのバッグ。すごいですね。まあ、これね、うちのまあ嫁が買ったんですけどもね。はい。まあね、見に行って買っちゃいました。もう、衝動買い、そのものです。っていうのもね、まあ僕もこれね、パッと見ていいなと思ったんです。まあこんな感じのね 2way バック、これが付録なんです。本自体ははっきり言ってこれで980円取るのか、1980円のこれねぼったくりです。この本でね、これはただみたいなもんです。はっきり言ってお店で配ってるようなもんでしょう。問題っていうかね、こちらです。こちらがすごいんですこれね実物ね実際見ました。使ってる人実際ね見てね、まあそれで買ってまあまあ買ったらどうだっていうことでね、と思ってね、まあ進めました。これね、1980円。値段ね。はい、1950円か。プラス税です。はい。安いんじゃないですか、これね、はっきり言って。と思います。ではですね、早速ちょっとね、中身の方ね、見てみましょう。はい、箱から出してみました。でかいです、はっきり言って。ほんとね、トートバッグです、これ。これ、iPhone でいいですね。やめようか。まあ6S プラスで、まあね、本でこんな感じです。まあだからね iPhone なんてもう余裕で入ります。こちらね、でチャックもこちらね、こうね入れ口もついてますんでね、これねここも入り口もねチャックになってます。でちゃんとねマチもあってね、これいいですね本当に、うん、おおこれいい、この生地が、うん、横ポケットある。で生地がねこれねプールバッグみたいな感じの生地、ここペットボトルいけんじゃない、うん、横ねペットボトルも入りますでね、中身ね、中もね袋も入ってんです。お二重構造です。中あこれはいい、はっきり言ってお風呂なんかしっかりと作ってます。まあテントうん、これすごくいいです。二重構造になってて、うん、これねすごくいいですね。はい。結構入るやん。かなり中身入ります。でちゃんとねこれリュックになってます。なんかこうねこうやって持つのもいいし、リュックとしてね背負うのもねありかなと。でちゃんとマチもついてますんでね、結構な荷物入ります。これいいですね。一泊ぐらいいける。うん、これいいですね。2000円でこれ買えないですよ普通ね。僕以前ですね、このヒステリックグラマーのネクタイ買ったことあるんですけどね、高かったですはっきり言って柄がいい気に入ったんでね、ちょっと買っちゃったんですよ衝動買いでね昔。今もまあ持ってるんですけども、かなり高いです。ネクタイ高かったです。うん、1万円以上しましたね。やっぱりいいですね。やっぱりこういうねブランド物のやつってね、僕もまあ好きなんですけども、まあこれね結構派手派手でね、なんかおしゃれだなと。まあ僕は使わないですけどね、まあ、僕は使ってもいいかな。まあ子供が持ってもいいんじゃないですかね。結構ねこれね街中でねちょっとねチラチラ見るんですよね。またもし見たらね、あれヒステリックグラマーのねヒステリックミニの付録というか、もうほぼこれがメインですけどね、これだってまあ見ていただいたら分かるかと思います。はい、というわけでね、今回ですねヒステリックミニの付録、まあ付録というかねオフィシャルガイドブックについていた、こちらねリュックとね 2way バッグのレビューでした。ありがとうございます。これはいいわ。これ俺も買おうかな。